だからそれを調べに。すぐに帰れ。責任ある立場の人間がご縁もなしでうろうろするんじゃない。悪かったわ。でも一人じゃないのよ。この奥に目の見えないティールという女性が一人取り残されているの。犬も一匹いるはずよ。それで私は黒沢を取りに行こうとしたんだけど。分かった。この辺りのトルバは片付けた。迎えが来るまでフロッサーの中で動くな。はい、でもティールは。俺が行く。